はい、よろしくお願いします。こんにちは。ハルトインターナショナルビジネススクールの高橋と申します。今日は在校生のインタビューということで、ボストンから、来ていただいた、話していただけるということで、その後、詳しく聞いていきたいなと思います。で、本日のアジェンダですけども、今回その MIB の、アップデートがあったので、その MIM の、名称が変わって MIM の概要と、在校生のインタビューと、あとは Q&A という形で進めさせていただければなと思います。で、まずはじめに、MIM のプログラムですけども、まずですね、ファイナンシャルタイムスの方のランキング、マスターズインマネジメントの2024年度のランキングでは、全体で44位のところに位置しているというところで、また、アメリカの方では、ナンバーワンにランクインしているような、プログラムになっているというところです。で、今回ですね、グローバルの方で、名前をですね、今、マスターインターナショナルビジネスという形だったんですけども、そのグローバルに合わせて、マスターマネジメントに名称をこう変えて、2025年度からやっていくという形になります。で、プログラムの概要自体は、そこまで変わりはないんですけども、今回のその MIM のプログラムに関しては、エレクティブス選択科目を選べるものと、あとはこうトラックを選べるようなものと分かれていまして、トラック僕は、全部で5つあります。ファイナンス、マーケティング、インターンシップ、ビジネスアナリティクス、アントレプレナーシップと、この中から選んでいただくような形になります。で、それにプラスして、2つ目のマスターもですね、取っていただくこともできまして、マスターズインファイナンスとか、ビジネスアナリティクス、マーケティングのものを選択いただけるような形になります。なので、MIM のプログラムを1年間で終了しますけども、2つ目のマスターを、取る場合には半年間で、取っていただけるので、合計1年半で、2つマスターを取っていただけるような、プログラムになっているというところです。で、もちろん、セカンド、2つ目のマスターについてオプションなので、受けなくても、問題はないというところですね。で、例えば、赤枠で囲っているところについては、ステム認定されているプログラムになるので、例えば、MIM の、ビジネスアナリティクスを取った場合は、3年間の OPT が現地で、もらえるので3年間働ける権利をもらえますし、もし2つ目のマスターで、マスターインファイナンスとかビジネスアナリティクスを取る場合もですね、3年間の OPT が付与されるような状況になるので、海外就職とかを目指されている方にはですね、かなり、高い確率で現地就職っていうのもできますし、今日本人の60%、70%ぐらいの方もですね、現地就職をされているというようなところ、というところです。で、これが、1年間の、流れになるんですけども、まず入学してから、秋学期のタイミングで、そのトラック、どのトラックにするのかっていうのを決めていただくのと、あとはデュアルディグリーの、登録っていうのをこう行います。で、春学期がスタートすると、そのトラックのコースも開始していくっていうような形になって、それが、夏の間もですね、トラック、の勉強をしていただくのと、あとはエレクティブスも一つ取っていただけるような流れ。で、トラックを選択しない場合は、夏の間に選択科目を取っていただくっていうような形になるので、興味のある分野のものをどん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 取っていただくっていうような流れというところです。で、1年間が終わると、その後、2つ目のマスターを半年間で、取っていただくっていうような流れというところです。はい。以上が、MIM の概要になって、次に、在校生のインタビューというところで、インタビューしていければなっていうふうに思います。で、今回ですね、ボストンから、松井茂樹さんが、来ていただいていまして、立命館大学の薬学部に、在籍していて、2024年から、休学をして、ハルトのマスターの方に、参加いただいているっていうような形になりますと。で、在籍、今回のケース少し稀なケースになるんですけども、ちょうど薬学部が6年間になりますけども、4年間きちっと単位を取っていれば、その間休学をして、マスターのプログラムにもこう参加できるような、プログラムを投稿で受け付けているっていうような形になります。では、これから早速、シーキさんのインタビューをしていければなというふうに思います。山茂さん、少し自己紹介からお願いいたします。
はい。改めまして、ハルトインターナショナルビジネススクールの MIB というコースで、今、現在、ちょうど来て2ヶ月ぐらい経っています。松井茂樹です。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、まずですね、ハルト、ハルトを考える前に、例えばそのマスター以外のオプションとかっていうのをこう検討されてたりしましたか？例えば語学留学とか、あとはインターンシップとか、あとは就職とか、なんかそういったところは何かこう検討されていましたか？そうですね、海外留学っていう点で、もういろんな、ありとあらゆるもう選択肢は一応、一通りは検討したかなと思ってて、語学留学であったり、ワーホリであったり、まあ、コープ留学であったりっていう、まあ、いろいろな留学は検討はしました。なるほど。じゃあそこで何かそのマスターを選んだっていうのは、なんかどういった理由になりますか？そうですね、マスターを選んだ理由といたしましては、やっぱ博が、修士号っていう博がつくような、ものがもらえるっていうところが一番大きかったかなと思います。わかりました。例えばその博がつくっていうところだ、まあ、つくっていうところだと思うんですけども、例えば、それなんか将来的にそのマスターを使って役立てたいなとか、なんかそういったこともなんかイメージとしてはあったんですか？そうですね。私自身、薬学部っていうところで、就職先がもう結構薬剤師さんであったり、まあそっちの製薬業界に結構絞られちゃうと思うんですけど、まあそこでマスターの資格、ビジネスの資格で、ちゃんと、まあ、ビジネスの知識があるよっていうところを、まあ示せると、今後のキャリアの幅が広がるのかなと思ってます。なるほど。じゃあ、今回のその薬学部でのその知識と、そのビジネスを掛け合わせると、まあ、今後もっとこう、自分のキャリアだったりとか、そういったこう、オプチュニティが広がるかなと思って、まあ、マスターをこう、選んだっていう形ですかね。そうですね。ありました。じゃあ、そのマスターを、なんかその選ぶってなった時も、いろんなこう、マスターがあると思うんですけども、まあ、そこでこう、ハルト以外の、こう、マスターの、まあ、学校とかも、まあ、検討はされてましたか？あんまり、まあ、結果的に言うとあんまり検討はしてなかったです。まあ、っていうのも、まあ、1年間の、まあ、プログラムをやっているところがもともとまず少ないっていうところがあったので。まあ、その理由からもうハルトで、もう最初から検討はしてました。まあ、確かにそうですね。他の学校だともう少し期間が長かったりだとか、まあ、その学生の間だと受付がしてくれなかったりとかっていうところもあるので、まあ、今回その春と、まあ、そういった形でこう選んでいきたいというところですね。で、まあ、ちなみに、そのハルトをまあ選んでいただいた、まあ、こう理由だったりとか、ボストンのキャンパスを選んだ理由とかっていうのはどういったことになりますか？まあ、最初言った通り、1年間っていうプログラム、短いプログラムっていうところと、まあ、いろんな国の人が集まるっていうところも結構大きいかなと思ってて、まあ、いろんな国の人からの知識やであったり、まあ、経験というのを、まあ、直で聞けるっていうのは非常に大きいかなと思ってます。で、あとはキャンパスをこうローテーションできるっていうのもちょっと面白いかなと思ってて、まあ、一つの地域にとどまるのだけじゃなくて、他の地域に行って、その地域の現地の人と話したりっていうこともできるので、そっちの方が面白いかなと思って、ハルトっていうものを選びました。で、ボストンを選んだ理由としては、まあ、寮があるっていうのが正直一番大きかったですね。寮で住んでみたかったっていうのがあるので、まあ、その点でボストンを選びました。ありがとうございます。まあ、少し補足させていただくと、夏の間に、ローテーションといって、まあ、ボストンをホームキャンパスにしていれば、他の、アメリカのサンフランシスコのキャンパスであったりだとか、ニューヨーク、あとシンガポール、ロンドン、ドバイと移って勉強することが、まあ、できるっていう機会も、まあ、ハルトでは持っているというところですね。はい、ありがとうございます。で、じゃあ、寮を今、まあ、寮があったからボストンを選んでいただいたということですけども、寮の生活はどうですか？実際今。住んでみられて。寮はすごくいいですね。選んでよかったなって思います。っていうのは、まあ、一つは近い。もう本当に30秒で行けるっていうのも、まあ、忙しい授業の中、まあ、30秒で行けるっていうのは結構大きいかなと思ってて。で、あと、友達も、これは結果論になるんですけど、本当に今のコミュニティっていうのは全部寮から
なんか生まれたのかなっていう感じるぐらい、寮での友達っていうのが多い印象です。まあそうですね。結構すぐ近いですし、フットサルコートもあったりとか、本当に、もともとホテルだったところをリノベートして、使ってるので、かなり快適に、過ごしやすいかなと思いますし、と、他の生徒さんとも、交流する機会ってたくさんあるかなと。ありがとうございます。あと、なんかもともと、確か、インターンも、こう考えてるっていうこともあったかなと思いますけども、なんかその春と、で、まあ、考えていただく前に、なんかインターンのこともなんか考えたかなと思いますけども、それはなんか今どういった感じですか？インターンも今現在進行中で、探している段階です。まあ、卒業した後 OPT という1年間のビザがもらえるので、まあ、それで今のところ、アメリカでインターンをする予定ではあります。なるほど。ちなみにインターンをなんか海外でこうやりたいなっていうふうに考えられたのはどういった理由からだったんですか？将来的に すみません。日本で、働きたいっていうのがまずあって、で、ってなると、まあでも少し海外でも働いてみたいなっていうところで、まあインターンで、まあ、海外で少しだけ経験積めると、まあ面白いのかなと思って、海外でのインターンを、探してましたね。なるほど。まあ、自分はそのキャリアだったりと将来のことで、まあ、ユニークさを、まあ、つけたいなっていうところですそうですね。ね。ありました。ありがとうございます。じゃあ次、出願前に不安だったことだったりとか、あとはその不安っていうのをこう解消されたかっていうのを教えていただけますか？そうですね。出願前に不安だったことは、まあ、英語ですかね、やっぱりと。で、まあ、他のビザのサポートだったり、まあ、他のサポートは結構、こまめに、してくださったので、まあ、その辺の不安は出願前からなかったんですけど、で、その英語の不安っていうのは、まだ正直、解消はまだされてはないです。っていうのも、なかなか、やっぱり現地の人であったり、っていうのは話すスピードであったりっていうのは日本で習っていたの英語のスピードとかと全然違ったりするので、まあそういったところはまだまだ解消はされていないですね。まあ、これから、どんどん、前を使っていくと、まあ、慣れていくかなとは思いますけども、まあ、ただ、今回、初め、仮合格をもらって、まあ、その後、英語のテストを出していただいてっていうような形だったと思いますけども、まあ、デュオリンゴでしたよね、確か受けていただいたの。そうですね、デュオリンゴです。デュオリンゴを受けていただいて、今回の場合は、まあ、本来120点のスコアが、必要なんですけど、まあ、今回110点のスコア、プラス、ハルトがアレンジする英語のインタビューで、仮合格から合格にこう切り替わってるってこともあるので、まあ、その英語がそこまで得意じゃなかったとしても、ある一定のレベルさえあれば、インタビューをアレンジすることでパスすれば問題なくできるので、まあ、そのあたり、ある程度なんか英語力は、あったんじゃないかなっていうふうには個人的にはこう感じてます。松井さんの場合。はい。で、あとなんか食事会の時に、ハルトのバイスプレジデントもって、松井さんとも話していただいて、英語でどんどんやり取りしてた、後半ぐらいかな、6月ぐらいからだと思いますけど、で、どんどん話したので、なんかその英語の部分も毎日毎日こう努力されて、頑張ってる、ふうな様子はすごい感じましたね、私の方は。はい、結構頑張っ頑張て。りました、行くまでは。多分、忙しかったと思うんですよ。薬剤師の、そうでインすターンですね。かね。うん。そうです。そこ、薬学部の実習で半年間、薬局と病院で実習をしてたので、その間はなかなか勉強、英語の勉強っていうのが難しかったですね。はい。でも、どうやってなんかそれは、英語の勉強を、やってこられたんです。毎日。毎日もう決まった時間、もう朝と夜っていうふうに決めて、その時間、30分とか1時間だけはしっかり取るようにして、まあ、何でしょう、英会話スクールで話したり、まあ、地元が京都なので外国の方がいっぱいいるので、そういった方々にちょっと話しかけてみたりっていうことはしてました。なるほど、なるほど。やっぱり、こう毎日使うことだったりか、勉強することっていうことで、
英語力も鍛えられていくので、まあ、そのあたりはきちっとこう時間取って勉強されてるのはさすがだなっていうふうに思いますね。はい。じゃあ次ですね。資金調達について、まあ、費用の面についてですね。なんか今回その、まあ、奨学金の、まあ、利用だったりとか、まあ、現地での、まあ、滞在費とか、まあ、生活費とかどういうふうにこう賄っているのかっていうのを教えてください。はい、まず資金、ハルトの、資金についてはもう完全に親からのこの支援っていうので、すべて成り立って、で、まあ、こっちの滞在費とか生活費も全部、支援になってます。あ、でも、そうです。学費は少し奨学金の方をいただいて、やっておりますね。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあ次は具体的な、まあ、授業の内容なんですけども、まあ、9月から入ってちょうど2、3ヶ月ぐらい、まあ、経過してて、そこまでたくさんこう授業を取ってるっていうわけではないと思うんですけど、なんかこう、だからどういう感じで授業が進んでいくのかとか、なんかこう印象に残ってるこう授業とかがあれば、教えてください。あと、グループ課題とかの、グループでのこうやりとりとか、そういったところで印象に残っているものだったら教えてほしい。そうですね、印象に残ってる授業で言えば、デザインシンキングっていう授業があって、で、何かっていうと、このサステイナビリティで、経営じゃなくて、環境課題っていうものを解決していくっていうような授業があって、まあ、それをグループで行うんですけど、最終的に最終週に、なんか何でしょう、外から招いた CEO とか、すごいお偉い方たちに向けてピッチを行うっていうのが非常に、まあ、ハルトならではなのかなとか思いながら、受けてましたね。それが一番印象に残ってます。なんか、結構緊張すると思うんですね。CEO の前でプレゼンするって緊張すると思うんですけど、なんかその中でこうグループの中で話していく、中でなんかこう、なんか揉め事だったりだとか、なかなかそのテーマが決まらないとか、プロジェクトがスムーズに進まないみたいなこととかってなかったですか？そうですね。まあ、他の授業でもグループ課題っていうのがずっとあった状態で、なかなかみんなの日程を合わせることであったり、まあ、その合わせた時間の中で、みんなの意見をこうすり合わせていくっていうのが、まあ、難しかったところではありますね。それ具体的なんかどういうふうになんか解決したりしましたか？そうですね。もう、とにかく、なんでしょう。まあ、そこで、まあ、話せる、グループで集まったときは話すときは話すんですけど、まあ、それ以外にも、個人的に電話で、ちょっと、この課題どうなってる？なんて、みたいな感じで、ちょっと、こまめに連絡などは取り合って、グループ課題は行ってましたね。なるほど。ありがとうございます。あと、授業の、あれで進み方なんですけど、まあ、基本的に今日一科目ずつ、勉強していくっていうような形になるんですけど、だいたい6週間ぐらいです。6週間とかぐらい。3、4週間ぐらいか。3、4週間ぐらいが一つで、どんどんこう切り替わっていくっていうのが流れです。OK です。分かりました。次、具体的なこうキャリアサポートなんですけど、例えばこれからインターンシップを、まあ、していくにあたったりとかで、なんかその現地にいるキャリアアドバイザーになんか利用してるとかっていうところって今ありますか？そうですね。まあ、各コースごとに、まあ、キャリアアドバイザーみたいな人がついてくれてはって、で、まあ、その方と、もう今はもう4回ぐらい面談しましたね。その将来の これからのことについてお話はさせていただきました。なるほど。具体的にその話、将来に向けてどういったことをしていくのかっていうのをメインで話していってるっていうのはこう状況です。それともレジュメのなんかこう修正とか、リンクツインのなんかこうプロフィールの載せ方とか、なんかそういったところもあったりしますか？今やってますか？それは結構、柔軟に、対応を変えてくださってて、まあ、最初なんかは、まあ、レジュメの訂正から入ったりして、で、その後は、なんでしょう、将来どういう職種に就きたいのかであったり、まあ、どういう、まあ、インターン候補を見つける方法であったりっていう、まあ、幅広いサポートをさせてもらってますね。なるほど。
で、それはあれですかね。それをなんか使って、今、インターンじゃないですけど、11月、10月ぐらいからやってるものも見つけられたっていう感じですか？それは、ハルトのアルムナイの方が、9月ぐらいに、ここの、ハルトのボストンのキャンパスに来てあって、で、その方が、なんでしょう、インターンというか、プログラムみたいなのを紹介してくださってたので、で、そこに参加したっていう感じですね。ああ、なるほど、なるほど。わかりました。アルムナイ経由からもそういったところを見つけてっていうところですね。だから具体的には今、その9月から11月ぐらいまでですかね、やってたのって、なんかどういったことを具体的にやってましたか？コンサルタントの、なんでしょう。まあ、インターンじゃないですけど、まあ、3人1組でコンサルタントのチームを作って、実際のクライアント様に対して、こう、現状分析であったり、なんでしょう。その現状の問題を聞き出して、で、毎週、発表、どういった解決方法があるか、みたいな感じのことを、まあ、発表するっていうようなプログラムになってます。結構、あれですね。学校の内容に近いようなことを、インターンでもやってるっていう感じですそうですね。はい。いね。結構骨が折れそうな感じですけども、コンサルのあれだや、だいぶ結構もうきと。つ、だいぶきつ、何回もちょっと怒られたりもしながら プレゼン修正しながらっていう感じでやってます。はい。確かに、まあ、それをなんか、どんどん毎週毎週やっていくと、かなりこう力がついていきそうやなっていう感じはしますね、確かに。しかも、プラス学校での、まあ、こう、知識、ビジネス的な側面、知識の側面だったりとか、あとはグループワークでのソフトスキルだったりとか、どんどんやっていくと、まあ、1年後にすごい変わった、まあ、すごい成長して、終えられるんじゃないかなっていう気はしますね。はい、そう期待してます。はい。ありがとうございます。あとじゃあ今、さっき、キャリアサポートとしては今、そういった、将来に向けてどういったところをやっていこうかなっていうところですけども、なんか具体的に今、どういったところ、どういった業界、とかでインターンしようかなっていうのは今ありますか？そうですね、今、ちょうどコンサルとか、そちら金融系の方の、まあ、インターン。ができればなっていうふうに考えて探しているところで考す。えてるってことですね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、あと、卒業後のプランと、まあ、それに向けて、まあ、現在していることというところを教えてください。そうですね、卒業後は、まあ、一応デュアルディグリーも取る予定なので、まあ、その後でお話をすると、まあ、1年間インターンをした後に、まあ、日本に帰って、で、日本の薬学部をもう一回一年間して、で、その後、まあ、卒業っていう感じになるので、まあ、本当に卒業するのが28卒っていうことで、3年、4年後ぐらいになるので、正直、まあ、これからだなと思ってて、何か決めるにあたっても。なんで、これからどんどんいろんな経験をしてから、まあ、将来については考えようかなっていうには考えてます。わかりました。じゃあ、まあ、デュアルディグリー取られるかもしれないということなんですけど、なんか具体的にはどの科目を今取ろうかなっていうふうに考えてますか？そうですね。ファイナンスか、アナリティクス、ビジネスアナリティクスを取ろうかなっていうふうに迷っている段階です。迷ってるということですね。はい。わかりました。じゃあ、まあ、その、ファイナンスかビジネスアナリティクスを取って、まあ、そういったこう関連のまあ、インターンをその後にして、まあ、戻ってこられて、まあ、薬学部に戻って卒業して、まあ、最終的に自分のこうキャリアを決めていくっていうような形ですね。OK です。あとなんか例えば、リンクトインとか、コーセラとかも今使えると思うんですけど、なんかそれをこう使って、なんかこう、スキルアップとか、やってたりしたりしますか、今。コーセラとかの方では何でしょう。その、リーダーシップ、何でしょう。リーダー精神みたいな、この学べるコースとかもちょくちょくやってたりしてますね。はい。まあ、じゃあ、これから、どんどん、まあ、そういったサーティフィケートだったりとか、まあ、取っていかれるような、こう、状況って感じですかね。はい、そうですね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、最後に、出願を迷ってる方に、メッセージをいただけたらと思います。はい。まあ、留学をしたいっていうことで、まあ、迷っている方もたくさんいると思うんですけど、まあ、それぞれ、
まあ、目的であったり、まあ、何が将来したいのかであったり、多分変わってくると思うので、まあ、その目的に合った留学っていうのを、まあ、しっかりと選べると、まあ、将来の自分のためにもなると思うので、まあ、自分が一体何をしたいのかっていうのをしっかり明確にすることがめっちゃ大事やなと思います。ありがとうございます。はい。まあ、確かに具体的に将来何ができるのかっていうのが分かっていれば、まあ、どういった、ものを取ったらいいのかっていうのも分かりやすくなると思うので、多分現地に行かれて、すごく、なんかこう、キャリアアドバイザーとも相談すると、具体的に本当に何がしたいのかっていうのをどん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 、詳細になんか考えていかないといけないと思うので、まあ、そういった意味では事前に、まあ、ある方がいいかもしれないですし、まあ、もしくは、ハルトに来ていただくと、まあ、キャリアアドバイザーと、話して、具体的に将来のプランとかも、まあ、決めてもらえるので、まあ、そういった意味では、いろんな方向で、代用できるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。じゃあ、まあ、最後なんですけど、もし Q&A とかがあれば、お答えができればなと思うんですけど、何かありますか？先生、お話ありがとうございました。で、質問です。まず、ローテーションされたいとおっしゃってましたけど、なんか候補というか、ここ気になってるっていうのありますか？そうですね。私自身ちょっとアメリカに興味、アメリカでの就職、インターンを経験したいなと思っているので、まあサンフランシスコっていうところには興味あります。なるほど。じゃあ、インターンも、まあ、アメリカ全土で考え中ですか？その OPT の期間ですね。そうですね。あとは、CEO にピッチする機会があったって、どういう内容だったのかすごい気になるんですけど。僕たちの班では、まあ、フードロスを削減するためにサステイナブルな方法を考えるっていうところで、まあ、アプリ開発っていうところを、提案、ピッチさせていただきました。フィードバックもその後いただけるんですか？そうですね、フィードバックも、自分たちのプレゼン、このアプリ開発の、まあ、どういったところが、まあ、あまり脆弱であったり、まあ、このアイデアはいいよね。っていうフィードバックはいただけます。なるほど。チームは国籍、大体どういう方が多かったです？もう本当にバラバラで、インド、フランス、スペイン、で、ギリシャっていう感じのメンなバーるでしほど。もう全グループそんな感じで同じ国籍が被らないようなグループ分けなんですかね？た。そうですね、かぶってるところはあんまり見たことないですね。はい。なんかその文化の差って絶対感じると思うんですけど、こうエピソードあります？文化の差。そうですね。まあ、全然グループの課題とは全然関係ないんですけど、まあ、インドの方で、宗教的なあれなのかな。それで、何でしょう、朝結構早くに起きないといけなかったり、なんか朝5時に起きて毎回礼拝してるような方もいるっていうのを聞いて、すごいなと思いながら、ちょっと、はい、そういうこと、文化の違いっていうのは感じてます。なるほど。じゃあ、そのグループの中で、この国の傾向みたいな、ちょっと、ペース遅いな、この人とか、ミスが多いとか、まあ、ミスはね、個人差あると思いますけど、日本人の方が、なんか、どちらかというと、几帳面とか、そういうステレオタイプありますけど、そういうの感じました？グループの中で言うと、結構、何でしょう、皆さんヨーロッパ系がやっぱり多かったりするので、意見をしっかりはっきりという方が多いので、まあ、それで結構衝突じゃないですけど、まあ、日本の中ではあんまり起こらないような、まあ、衝突みたいなのは、まあ、よく起こりますね。なるほど。松井さんはそういう場で自己主張できるタイプですか？いえ、僕は、結構、みんなの意見聞いて、あ、じゃあ、これはどうっていうタイプなでるす。ほど。コンプロマイザーかわかんないですけど、仲介者的な役割ですかね。なるほど。あとは最後の質問で、キャリアアドバイザーの方とこう相談してて、こう自分ではまあこういうの考えつかなかったなみたいな、そういう就活って自分でされる方も結構いらっしゃると思うんですけど、こう聞いてよかったなっていうのってありますか？やっぱり、こっちの現地の就職っていうのは、やっぱり現地に住んでる人が一番よくわかるって思うんで、まあ、そういった、現地での就職状況、どんな業界が難しいであったり、まあ、この業界であったら今は結構就職しやすいっていうところを、まあ、細かく教えていただけたのは非常に
良かったかなと思います。なるほど、面白そうですね。コンサルはどんな感じなんですか？結構人気ですか？コンサルは今、めちゃくちゃ厳しいらしいです。厳しい。なるほど、そうですよね。大きい、アメリカ系のコンサル企業多いですもんね。松井さんもそこら辺狙ってらっしゃいます？インターンは。そうですね、できたら、その、まあ、コンサル業界っていうところは狙って。なるほど。ありがとうございます。質問は以上です。ありがとうございます。じゃあ最後なんですけども、最後ラウンドの、登録の締め切りということで、まあ、2025年度の第2ラウンドの締め切りが11月の30日にやってきますと。で、まだと、まあ、キャリアエクスチェンジさんの特別奨学金で3000ドルオファーがされるっていうところと、まあ、マスターのプログラムであれば40%最大奨学金が、まあ、得られるっていうところ。あとは12月の31日までに、オファーをいただけ、オファーがされれば、デュアルディグリーの奨学金も今全額出るような形になるので、まずは、プロフィールの登録いただいて、12月の31日までオファーをもらって、まあ、デュアルディグリーの100%も目指していただけるっていうような状況になるというところです。なので、まずは、キャリアエクスチェンジさん経由で、ご相談いただいて、プロフィールの入力、アプリケーション、オンラインアプリケーションの提出をいただければなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。松井さんも高橋さんもありがとうございました。あありがとうございました。りがとうございました。